どうも、ありがうす。久々の階談動画でございます。というか階談動画っていうか告知なんですけども、えー、タイトルにもサムネイルにもツイッターにも生放送でもありましたけども、えー、6月30日、えー、TBS で放送される東大王に私、ハイチ、出演することが決まりましたパフパフ。<laughs> おい、まさかのだよ <laughs>。ということでね、まあ、今回はちょっとこの動画で簡単に、まあ、こんなことあったよっていうのを少しだけお伝えできたらと思います。てか、まあ、見てねって話なんですけどね。まあ、ひとまず、あの全国ではないので、え放送がない方はぜひ TVer の方で見ていただければ、あのー、放送後にすぐね、見ることができますので、よかったらチェックしてみてください。でですよ、まあ、東大王に出ることがなったわけなんですが、私はですね、まあ、皆さんご存知かどうかわかりませんけども、クイズに関してはもう、度がつくほどの素人。 初心者なわけです。普通に漢字の書き順でさえ間違っちゃうレベルなわけです、私は。で、まあ、ほ本当にね、正直して迷ったんですよ、オファー来た時に。だって何もできないし。<laughs> だけど、まあ、やっぱり伊沢くんとか出てるしね、まあ、知ってる人も結構いるし、やっぱ東大王ってちょっと憧れなわけよ、自分からしても。だから、頑張ろうと思って、まあ、オファーを受けたんです。ね。で、そそれで受けた後に、何もしないで行くわけにはいかねえと思って相談したんですよ。三人相談したの。で、 そのうち、まず、もう、ミスター東大王、伊沢ね、伊沢くんに、あの、電話して、どうしたらいいつって、相談してアドバイスをもらって。で、その時アドバイスもらったのが、最近の傾向とかをね、いろいろ聞いて、で、出る、その、なんだ、当日撮影のクイズの、なんだ、コーナーというか、は決まってた。それだけ教えてもらってるから、まあもちろん問題はね、教えてもらえないけども、で、ランキング X っていうのがあって、 何かのランキングのトップ10。まあ、10位を選んだ方が10位だったら10点が入るから、10位9位を選んだ方がいいってやつがあるんだけど、まあ、こういうのがかつて出てましたよとか、いうのを聞いてさ、まあ、自分で調べたわけ。で、これを調べて、で、それが、多分サムネイに載ってるからこの紙なんよ。ちょっと見ます見て。これ。これ何かっていうとさ、米のね、生産量日本だし、米の生産量日本のトップは10位から7位までね。で、6月放送なのは知ってたから、6月頃に旬なもの 行った時にまあメロンととかかあるなとかこれキュウリ、ね、で人口日本の人口の10位から7位と面積の10位から7位世界の人口世界の面積みたいなこれを覚えてったのそしたら行きの電車で世界の人口に関してはもう放送されてることが気づいてお何のかいって思ってで実際先に言うわ先に言うとこれは役立たなかった <laughs> 立たなかっただけどびっくりしたのが昨日おとといか えっと、東大王がさ、ま、一週間前のね、放送があって、予告で俺出るかなとかって思って、こう見てたのは出なかったんだけど、ただ、あの、あれね、あの、リンクに貼っとくけど、TBS さんの公式チャンネルで東大王の予告流れてるんだけど、そこには一瞬映ってるから。あの、右下見といて右下、俺映ってるんだよ。そう、あの、ちょっとリンクで飛んでね。で、それを見る、見て、見るために、一昨日見てたのよ、東大王。そうしたらさ、ランキング X さ、このさ、どれだ日本の米ランキングあったのよ。 すごくない <laughs> 俺見ながら思ったもん。青森、獣医青森だよって。青い米って覚えたもん、みたいな <laughs>。まあそんなことを、まあ伊沢くんのアドバイスをもとにね、まあ時事問題とかもちょっと今結構よく出ますよって言われたから時事問題のこととか頭に入れつつ、勉強して暗記して臨んでいったの。で、あとは、あの、砂川くんね、砂川くんと、あとはデンガンさんにも連絡してアドバイスもらってっていう感じで臨んできました。だから現にね、実際私が、 どんな感じだったのか。もう皆さんの想像通りグダグダで終わったのか。まさかの活躍を見せたのか。まあ、その辺をね、ちょっとご覧いただいて、ぜひ、あの、正解を見てもらえたらと思うのですが。まあ、ひとまず、あのー、芸能人チームが、あの、モノマネ芸人さんがすごいいっぱいいらっしゃるチームだったんですよ。堀さんとか、原口明正さんとかね。もうね、ほんとごめん、ほんとミーハーでごめんなんだけど、生、生で目の前でめちゃくちゃモノマネをね、まあ、実際使われてないのもいっぱいあるだろうから、 モノマネをね、見れたっていう幸せ。だからすごい笑って終わった、収録が。うん、だって痛かったもん、こうがここが。緊張してたのもあったけど。すごい楽しい収録だったんですが、まあ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 ね。まあ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 、<laughs> ま,あまあ内容に関してはそんなところでございます。あと、あのー、小島るりさんがいらっしゃったんですよ。小島まる子さんがね。あの、びっくりするほどおき麗いだった。びっくりする。同じ人類じゃなかったよ。<laughs> しかもすごい気さくな方でね、なんか何回か話しかけてくださって、そうそう、最初間違ってあの、洋一さんって言われて、あ、はい、ちです、みたいに言ったら、すみません、すみません、みたいなのもいいんです、そんなそんな、みたいなのをやって、すみません、ありがとうございます。<laughs> ということで、そんなね、36歳、あの、クイズ番組出演するという初体験をしてきましたので、よかったらね、ぜひチェックしてみてください。放送は6月30日の夜7時ですね、から放送となりますので、ぜひよろしくお願いします。という感じで、 以上です。<laughs> ま、あと、6月、7月はですね、ちょ、ちょいちょい、あ、6月、7月か。7月はまたちょっとちょいちょいテレビに出ることがありますので、また告知します。なんでね、まあ、見れる番組だけで構わないんですが、よかったら見て、あの、感想とかもね、ツイッター経由でもコメント欄でもいいので送ってもらえたら嬉しいです。では、以上、ハイジでした。